死では、カバノキカクマシデ族の総称である。紅葉樹でいずれも落葉性。比較的小型のものが多く、10メートル未満の種も、しばしば見られ樹高は、最大でも20メートル程度。樹形は、比較的低い位置から幹を分岐させ、しばしば株立ち状になる。樹皮は、比較的滑らかで色は、灰色系のものが多い。枝は左右ジグザグに伸びる。 葉は枝に左右交互につき、葉脈は明らかな主脈が一本あり、そこから側脈を分岐させる形である。円には明らかな巨子があり、しばしば二重巨子となる。花は一つの木に尾花と雌花を両方付ける。尾花は枝の途中から垂れ下がり、雌花は新しい枝の先端にできる。尾花 メバナともにはカスイなどと呼ばれる稲穂を思わせる形で、特にオバナは稲穂に似ている。メバナは、ツトが発達し、ホップを思わせる形になる。ツトは歯に似ており、円には虚子を持つ。種によって両側に虚子を持つもの、片側にしか虚子を持たないものがある。果実は外側に硬い殻を持ち、果肉などは持たない。果実は翼を持たないが、頬に包まれる。 本体では、紅葉樹林の主要な構成種の一つである。湿純肥沃な土地を好む種が多いが、乾燥品栄養に耐える種も知られる。何種類もの昆虫が死でを食べて暮らしている。和名の死では、神社のしめ縄、鳥居や家の神棚に垂らす死でとこの植物の花が、似ていることに由来して名付けられたと言われる。英名、ホーンビームは、 動物の角のような硬い木材と樹木を表す。古英語、ビームに由来するとされる。中国名は、耳である。街路樹に使うことがある。盆栽等にも使われる。偏在と新材の区別が不明瞭。硬く思い切で狂いやすく乾燥には気を使う。穂焚き、宝石木管、農具の柄、木工玩具などに使われる。耐久性は低く。 日本国鉄ではシデを枕木として使う場合は、伐採後直ちに防腐処理を行うように求めていた。アゼルバイジャンなどでは、肉詰め料理ドルマの皮に、シデの葉を使う。北半球の温帯に30種程度が知られる。東アジア地域に多く、特に中国に多い。欧米産は少なく、ヨーロッパに2種、北、アメリカに1種が知られるのみである。日本には、 沢芝、熊市で、赤市で、犬で、岩での五種が分布する。ありがとうございます。